はい、ご覧いただきありがとうございます。ローロチューブです。ローロチューブです。はい、本日もカスタム車ご紹介します。どうぞ。はい、はい、こちら、はい、2022年のブロンプトンの新色ですね。はい、はい、新色のカスタムチューブも一発目かな。はい、一発目ですね。はい、こちら新色の、ファイヤーコーラルという新色になります。はい、まあ、ちょっと一見あれオレンジですかみたいな感じなんですけど、まあ、オレンジと比較すると、まあ、ちょっと淡い感じ、白が入っているようなちょっとレトロなクラシックな感じの、まあ、オレンジになります。まあサンゴ色っていう意味らしいですね、コーラルね、サンゴ礁のね。はい、あ、なるほどなっていう感じなんですけど、そういった結構ね新しいカラーをベースにカスタマイズさせていただいたのです。めちゃくちゃ新鮮ですよね。はい、はい、ですね。ちょっとね、こちら実は新車でご注文いただきまして、で、まあ、キャンペーンもね実はご利用いただいて、カスタムも一緒にという方でご注文いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではちょっと順番に紹介していきたいと思います。はい、ファイヤー。はい、ではですね、まあ、ハンドル前とかは、一旦ノーマルでですね、まあ、新車の購入時となりますので、で、こちらのお客さんね、まあ、車で来られたんです。車もなんか自分で塗装したりとか、なんかいろいろこうカスタムとか、そこで手先が器用な方で、自分で以上は結構好き系のお客様みたいですね。ですので、ある程度多分ね、ややこしいところは僕らがやって、今後多分自分でいろいろやっていくんじゃないかなっていうところです。はい。で、一応今回、まあ、車体の整備と一緒にですね、ある程度カスタマイズさせていきました。じゃあまずはですね、ハンドルバーノーマルでして、こちらヘッドパーツからいきましょうか。はい、ヘッドパーツ、こちらこれ動画で紹介するの初めてかな。はい、初めてかな。はい、ね、ライブ配信ではね、これ2回目ですかね。こちら実はヘッドパーツめちゃくちゃ綺麗な、これね。はい、こちらめっちゃ光ってると思います。これ実は新製品でして、丹下製器、はい、まあ、ブロンプトンにカスタムするときにヘッドパーツ何使えますかってなったときに、まあ、丹下か、まあ、クリキンぐらいですかねつって、まあ、リディアとかもあるんですけど、まあ、ご案内させていくようないただくような結構定番のヘッドパーツになるんですけども、それのですねスーパーポリッシュバージョンです。はい、はい、通常丹下製器のヘッドパーツはですね、シルバーかブラックの2色展開になってます。で、こちらはこれどういう経緯で生産されたのか結構謎なんですけど、大阪店がまあ注文したかな。はい、はい、ですね、一応ねワンロット100個かな、一応ローロで仕入れまして、で、次回の生産また未定になっちゃってる。はい、まあ、一応現状ローロでしか手に入らないような、パーツになってると思います。はい、こちら、まあ、名前の通りスーパーポリッシュ、まあ、通常のポリッシュの上を行くポリッシュだと思うんですけども、このピカピカな感じめちゃめちゃかっこいいな。はい、はい、まあ、ヘッドパーツでポリッシュって今までになかったですよね。はい、丹下の標準のシルバーとか、クリスキングに関してもこんなにピカピカじゃないんですよ。はい、ですので、まあ、ちょっとこうクラシックなポリッシュ系のパーツでカスタマイズしていきたいなって検討中のお客様に新たな選択肢となったと思います。はい、はい、で、こちら気になるお値段なんですけども、通常の丹下のヘッドパーツが5000円ぐらいですかね。はい、で、今回このスーパーポリッシュが、7900円ぐらい、ね、以上2022年の6月販売、現在で、8000円を切ってますね。はい、はい、7000円ちょっとぐらいで、購入できますので、まあ、クリス・キングのヘッドパーツ今3万ぐらいしますよね。はい、ので、まあ、結構お手軽に、まあ、まあ物の質感も良くて、あと性能的にもねちゃんとシールドベアリングが入りまして、まあ、ヘッドパーツとか車両を組むのには結構定番で使われるようなメーカーさんの、ものになりますので安心してご利用いただけますので、物としても結構おすすめできるものになります。はい、はい、ですね、これなかなか、なんかこれからブロンプトンでやっぱこうクラシックな方向でカスタムするお客さん非常に多いので、これ結構選択肢に出てくると思いますね。結構遠目からでもすごい目立ちますね。光ってるよねこれね。はい、はい、で、このファイヤーコーラに入れることによってよりちょっとこのファイヤーコーラこう白みがかかった淡い感じのカラーともすごい相性いいですね。はい、なんか独特のそのクラシックな雰囲気があるかなと思います。はい、で、次はフロントキャリアブロックですね。はい、フロントキャリアブロック、こちらブロンプトン用の、リディアのフロントキャリアブロックになります。はい、これ以前ですね、KST に使用させてもらいましたけども、今回ブロンプトン用ということでブロンプトンにようやく付けさせてもらいました。はい、はい、これね、リディアのやつになりまして、操作が独特でして、脱着の際の爪の操作がここですね。これを前に押すとこう爪が外れて上からカバンを引っ張り出せるというような構造になっています。
はい、使用感めっちゃいいと思います、これ、はい、で今ここでシルバーを取り付けさせてもらってるんですけども、黒とかあとゴールドとか赤もありそうな気がしますね。 BB はちょっとね、カラバリがすごい豊富で入れ替わりがたまにあるので、ちょっとご注文を検討されているお客様の中は最新のカラーはお問い合わせください。であとはこの台座をつける根元、これ樹脂のパーツがついてるんですけども、これは標準でつけないとダメみたいですね、はいはい、でこれだけちょっとねデザインの関係で色合いがうんっていう方もいらっしゃるかと思うんですけども、まあ、この爪が黒なんで違和感なしでつけれるんじゃないかなと思います、はいはい、ですね、これちょっと新たな選択肢になってくるかと思います、はい、結構さんこちら側いきましょうか、はい、こちら側もこれ動画で紹介するの初めてですね、こちらリディアのフレーム、ヒンジクランプレバーとなります。であのまあ、デザインはあの JK によく似たこの丸型のハンドルデザインですよね。であのリディアらしくこの肉抜きめっちゃなんか角張っててかっこよくないですか。ちょっといかつい感じですよね、はいはい、ちょっとレトロなというかちょっとこう攻めたいかつい感じのデザインになっております。で軽量性もかなりあると思いますし、でクランプもねこれ見てこれ肉抜き、はい、上から見るとこの字画家なんですけど、ここから見るとですね、こう肉抜きが結構すごいですよね。おー、本当だ。はい。はい、これかなり軽量に振ったようなパーツになっているかと思います。はい。で、特徴としましては、多分まあ、そのデザインの、そのいかつい感じのデザインと軽量性だと思います。で、ハンドルを緩めるとですね、バネで、クランプもついてくるっていう、まあ、あのブロンプトンのカスタムバッツよくあるパターンの便利な機能ですよね。で片側の爪がちょっと長いので、まあ、今ちょっと緩めすぎたんで動きましたけど、爪が引っかかって共回りしないっていうような構造で、まあまあその作業効率、折りたたみの作業効率もちょっと良くなりますね、はいはい、で、まあ、このリディアのクランプの構造を見てみると、あのブロンプトン純正と同じようにこう4点止めになってますね、こう平たいのでギュッと挟むんじゃなくて4点止めになってますので、まあ、その辺はなんか純正に寄せてきてるかなという部分があります、はいはいですね、で今回はシルバーを取り付けさせていただいているんですけども、まあ、先ほどご覧したようにリディアカラバリがすごい豊富なので黒も多分で、黒は絶対ありますし、まあ、このフロントキャリアブロックとかねこの辺統一感出すために色を合わせてカスタムもこれ楽しみですよね、はい、で実はここの、ね、シートクイックのレバーも、ね、シルバーでご注文いただいてたんですけど、ちょっとメーカー欠品で今ちょっとノーマルになってます、はいはい、ここも、ね、最終的にここシルバーで統一されますのでめちゃめちゃまとまると思います。はい、であとは久保さん離れてみたときこれタイヤ変わってますね。はい、変わってますね。はい、はい、これね、まあ、パッと見こう、まあ、今回こうクラシックな感じでまとまってるんですけど、より一層このねタウンウォールが生えてると思います、はい、まあ、見た目もすごいねノーマルと違ってかっこよくなる部分もあるんですけども、実はノーマルのマラソンレーサーよりも、多少タイヤが軽くなってます。ワイヤービートとノーマルがワイヤービートって言ってこのタイヤにはまる縁にワイヤーが入ってるんですけども、このタウンウォールに関してはケプラービートって言ってケプラワイヤーが入ってます。で、特徴としてはワイヤーが鉄のワイヤーが入っているよりも軽くなります、はい、でそのちょっとした重量の差だけなんですけども、実際乗ってもらうとやっぱりこっちの方がね転がりいいんですよね、はい、あ、めちゃめちゃかっこいいですよね。であと最後にこちらキックスタンドなんですけども、こちらブロンプトンのチタン製のキックスタンドを、付けさせていきました。まあ、ブロンプトン用ですね、純正ではないのでご注意ください。まあ、今回シルバーパーツでカスタムしてますので、ここはチタンカラーそのままですね。で一応カラーバリエーションが黒もありますので、まあ、ブラックパーツでカスタムしていく方なんかは黒がいいかなと思うんですけども、今回の方は、まあ、チタンカラーが、うん、バッチリですね。はい、はいはい、以上です、はい、で今回のカスタム、まあ、このファイアコーラルね一発目というところと、あとはファイアコーラルベースにこのね、まあ、シルバー系のパーツで、シルバー系のパーツなんですけど、まあ、リディアを入れることでなんですかね、今までのそのなんですか、あの茶色でちょっと昔のパーツ入れてっていうそのクラシックな方向とはちょっと違った、ちょっとねアメリカっぽいようなちょっと70年代60年代のクラシック感みたいなイメージが僕はちょっとあるかなっていうところで、すごい新しい発見ですね。めちゃくちゃ新鮮だと思います、はい、で、お客さん、このお客さんはあの今回 R バージョンですね、リアキャリアウィズラックモデルをご注文いただいたんですけども、まあ、特にキャリアが欲しいとかではなくて、このデザインですね、線のこのデザインが欲しいということでキャリア付きを選んでいただいてます、はい、まあ、ここもねちょっとこうどんくさいって言ったらあれなんですけど、まあ、ちょっとこの昔っぽいデザインになるのがやっぱりそのクラシックな雰囲気をまとってるんじゃないかなと思います。で多分これからまたちょっとねいろいろクランクとかも、これライブ配信にカスタムしたんですよ、クランクとかもご検討いただいてたりとかで、僕がまあ
その配信中にも言ったんですけど、このね、ちょっとシルバーのアルミフェンダーとか入れてもすごいかっこいいんじゃないかなと思いますね。はい。これなかなか新しい方向性のカスタムになるかなと思いますので、これ多分第2弾あるんじゃないですかね、熊さん。はい。はい。こんな感じでの、まあ、新色ね、このファイアコーラルとピカデリブル。はい。で、一応現在在庫もありますし、あれですね、ツートのやつ。なんてスポットカラー、はい、スポットカラーもね在庫が入ってきてますので、まあ、その辺ベースにこうカスタムしていくとすごい面白いと思いますので、ぜひご検討ください。はい、では以上ですね。はい、まあ、こんな感じで車体ご注文時にカスタマイズ今回させていただいたんですけども、まあ、特にもう絶対これカスタムしないとダメですよみたいな感じで僕らも言ってませんし、まあ、お客様もノーマルでいいよっていう方ももちろんいらっしゃるので、それはあの楽しみ方は人それぞれとなりますので、はい、絶対こうしないとダメだよみたいなところはないので、まあ、ちょっとここ変えてみようかなとか気軽な感じでカスタムご検討いただければなと思います。ノーマルのノーマルで、ね、十分必要にあの耐えれるような性能になってますし、まあ、ノーマルが一番いいんですね、久保さん。はい、はい、ですね。ですので、まあ、楽しんでいただければなと思います。はい、はい、では今回、まあ、2022年の新色ファイアーコーラルを、ベースにですね、ご注文時からちょろっとカスタマをさせていただきました。はい、ちょっと、新しい感じのクラシックカスタムになるんじゃないかなと思うブロンプトンのご紹介でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、これファイアーコーラルめっちゃ新鮮ですね。はい。